価値観の話をしようと思います。世間一般で求められている価値観じゃないなっていうのに気づいたっていう話をしようかなと思います。それって難しいよね何が正しいんだろうなって思ったりね、喋んなくていいんじゃないかみたいな ペロペロー暗黒茶でーす。はい、ということで今回はなんだっけ、価値観の話をしようと思います。ちょっとだけ前回の雑談のウクライナロシア問題の話でもね、価値観が人によって違うみたいな話触れましたけど、ちょっとそういったところを深掘りしていけばいければなと思っております。よろしければ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では行ってみましょう、ペロペロチャンネル。はい、ということで価値観の話なんですけれども、いやね、私リトルウィッチノベタの動画を4回この現時点で上げてるんですね。でやっぱね、なんかちげえなってなんかちげえなってね思ったんですよね。で何がちげえかなっていうのは、私の中で、フリーランスとして動画編集とかもやらせていただいた経験もあって、で、なんか編集自体は楽しい部分もあるんですけど、で、なんか凝った動画を作るっていう、その行為自体が、楽しいっていう面が私あるんですよ。で、あるんですけど、それは私の価値観であって、世間一般で求められている価値観じゃないなっていうのに気づいたっていう話をしようかなと思います。そのね、なんて言うんですかね。なんか、頭の中では、めちゃくちゃすごい動画を作ったら必ず見てもらえるってわけじゃないっていうのは、頭の中では分かってたんですけど、でもね、やっぱ自分自身のこだわりを出すとか、なんか自分が好き、自分が楽しいって思うものに全力を出すっていうのは、とてもいいことだし、自分の健康面的にはとてもいいことなんですけど、ただ、それだけじゃダメだなっていうのに、なんか気づいたっていうか、自分がいいって思って作ってるものは、やっぱ自分が見りゃいいって思うんですよ。ただ、それが必ず世間様から見ていただいたときに、めっちゃいいものっていう評価が下るとは限らないなっていう、なんか温度差っていうのかな？その価値観の違いみたいなものが、こう自分が動画出してて、なんか、みたいな違和感としてなんかね、感じるんですよね。で、私昔からもう性格がそもそも周りとずれてるなーみたいな思うことは多々あったんですけど、で、そのずれてるなーっていうのを売りにして、こう、発信していけば、こう、変な奴がいるんだよみたいな感じで見てもらえるかなみたいな考えがちょっとあったんですけど、いや、なんか違うかもしれないって最近思い始めて、その、やっぱり、相手に合わせるっていうか、その時世間が求めているものに自分が合わしていくっていう、それは何て言うんだろう、自分を歪めるっていう表現も変だな、なんかね、自分自身をこだわり抜いて出すっていうのはとてもいいことだと思うんですけど、それは絶対認められるものではないので、であれば、ちょっと自分を曲げてでも、その世間様に見てもらいやすいテイストで料理をお出しするみたいな、それが多分僕には足りてないんだなって、ちょっと思ったんですよね。で、それができる人っていうのが、多分アピールが上手い人っていう話になると思うんですけど、それって難しいよね難しいなって思いますね。
で、動画の話に戻るんですけど、私ね、動画の編集楽しいとは言っているものの、やっぱね、ずっとやってると疲れるんですよね。だから、なんかね、まだこうやって喋ってる方が楽しいんですよね。だからね、編集は、もしかしたらそこまでやりたくないかもしれないみたいなのに、ちょっと薄々気づき始めていて、で、なんか編集じゃねえかもなぁ、みたいなのもちょっと思ったりしています。今日この頃。はい。で、私リトルウィッチノベーターの動画とか、1から4ぐらいまでは、もうガチでほぼフルテロップぐらいで本気で編集してたんですけど、まあ大体あれ、2分尺 ?2 分分を編集するのに、大体1時間かかるんですよ。だから20分の動画を作るのに、いくつ ?10 時間か、ぐらい。で、あとは、サムネ作ったり、エンコードなんなり、ブログ更新したり、YouTube に上げたりとかでもうちょっとかかるんですけど、っていうぐらいの時間をかけてやってたんですけど、なんかやっぱ、4週上げ続けた後、やっぱ疲れちゃったんですよね。で、私その昔メイプルストーリー2の動画を200本弱ぐらい上げ続けましたけど、あれは本当にもう編集なんかもうほとんどしないで、カットだけパパってやって、パーって上げて、本当に2、3時間ぐらいで編集して上げるっていうのをほぼ毎日やってたんですけど、で、それをやってた理由はね、以前お話ししたんですけど、私はこだわりすぎちゃって続かなくなるから。っていうのがもう過去の経験から分かってたので、それをであればもうどんな形でもいいから出しちゃえみたいなっていう形でやってたら、まあ200回弱続いたと。で、やっぱそれなんか、自分の性格上それしかできないんじゃないかってちょっと思いましたね、正直。で、その以前お伝えしましたけれども、そのなんかゲームを実況させていただいている立場で、なんかポッてあげて、なんか自分のためにポッと撮ってポッてあげて、はい、次のゲーム、はい、撮った、ぽいっていうのは嫌だな、みたいなことも言ったんですけど、その、じゃあ、凝った編集をしないのが、そのゲームに対して失礼なのかって考えたときに、いやー、そうでもねえなっていうのが正直、凝った編集をし終わった後に思った感想で、で、私のべたちゃんの動画とか、BGM はあえて入れてないんですよ。なんか外からの BGM、撮ってきた BGM とかは入れてないんですけど、それはゲーム内の BGM をちゃんと聞いてほしいなっていう思いがあってやってたんですけど、でも、テロップとか、まあ、カットバシバシ入れたりとか、効果音を入れたりとか、やっていて、あれ?なんか、俺ゲームの本質の楽しさとか雰囲気とか逆に壊してんじゃねえかなってちょっと思ったんですよね。だからなんか効果音とかもバシバシ入れんの、確かにその瞬間瞬間はなんか見ちゃう、ああ面白いって見ちゃうんですけど、それってゲームの本質伝わってないよなって見てて思ったんですよね。だからなんか原点回帰じゃないんですけど、究極的には垂れ流しで出すのがなんかそれが一番ゲームの世界観伝わるんじゃないかなとか思っちゃったりもして、何が正しいんだろうなって思ったりね、でするんですよね。で、事実、その私、毎週月曜上げていく予定ですって、一応予定ですって保険はかけてたんですよ。私が、もしかしたら疲れてやらなくなるかもって、ちょっとね、やっぱ思ってたんで、で、案の定、やらなくなったんで、なので、やっぱね、毎日とは言わないまでも、なんか編集そんなこだわらなくても、なんかそれよりも上げることの方が大切なんじゃないかなーって思いますし、なんかそういう、なんかほとんどカットだけで編集して上げたからといって、私がそのゲームを適当に思ってるかって言ったら全然そんなことはないので、ゲーム自体一生懸命やってるし、むしろ編集なんかしてる時間よりゲームしてる時間の方が楽しいので、なので、なんか、ちげえかもなって正直思いました。はい。で、そういう
保険の意味合いも込めて予定ですっていう言葉を使ったんですよね。それはなんかやっていてなんかちげえなとか、もっといいやり方あるよなって思ったらそっちに変えていこうっていう気持ちがあったので、なので今後はね、ちょっと編集カットだけとか、なんか垂れ流しじゃないけど本当の喋ってるところだけとか、もう最悪喋ってなくてももうゲームが伝わればそれでもいいかなとか思ったりとかもして、でもっと言っちゃうと、もう喋んなくていいんじゃねえかなみたいな喋んなくていいんじゃねえかなみたいな思っちゃったりもして、私喋ってないトークなしのゲーム実況っていうのかな、ゲーム動画を見たりもしてたんですけど昔、そのあれ別に実況なくてよくね、これで十分楽しいんだけどゲーム面白いからってなっちゃったりもしたんですよね昔。なのでそこにそもそも私っていう声は必要なのかみたいな思ったりもして、なのでね、そこにそもそも私の声が必要なのかなみたいなのも思ったりもして、なので難しいですよね。なんか私そんなできないですけど、わざわざ面白いことを言うっていうのは、もうなんだろう、ゲームじゃなくてその人に対してね、実況者さんに対して面白いっていうわけであって、別になんかゲームの本質伝えたいのであればゲーム動画だけでもいいんじゃないかみたいな、もう極論ね、極論そこまで思ったりもしたんですよね。まあでもね、でも言うても新作ゲームを私もね、なんかね、一人でゲームやるのって、まあなんだろう、楽しいっちゃ楽しいけど、やっぱね、独り言言っちゃうんですよね、ペロペロって可愛いキャラ出てきた時にペロペロって言っちゃうんですよね。だからそのなんか、まあやっぱり気持ちを共有する、喜怒哀楽を伝えたいじゃないけど、その新しいアクションが起きた時に、あ、ここ面白かったねとか、ここ悲しかったねとか、それが共有できれば、もうそれだけでいいんじゃねみたいな思っちゃったりもしました、ぶっちゃけはい。なのでなんか私がそう思ったので、それの方がいいと思うし、まああとは思ったのは、こうやって顔出ししてますけど、顔を出すっていうのはやっぱ人間対人間、人に対してであればなんかやっぱいいみたいなんですよね。こうやって表情を見るっていうのが、ただゲーム画面がここにあって顔が見えない、声だけ聞こえるっていうよりは、その人の顔が見えるっていうのはやっぱいいらしいんですけども、これもらしいっていう、もう不確定な話ですけど、なのでなんか顔を撮ってゲーム画面見ながらゲームして、で面白いリアクションが映ってて、でそこだけちょっと画面の端っこにね映ってるとか、それでいいんじゃね、テロップいらねえんじゃねみたいな思っちゃったりしましたね。でなんだかんだ、だって今までメイプルストーリー2の動画やってて、ほんと喋って、あの時は顔を映してないですけど喋ってるだけで、だって80、まあ当時60、70ぐらいかな、チャンネル登録してくださった方々がぐらいの方がよくわかんないけど登録してくださったわけですよね私みたいな適当な動画にはいね、だからなんか大切なのってもっと動画にこだわる、一本にこだわって作るっていうのはもちろんいいと思いますよ。なんか PV 作るとか、ああいうのだったらいいと思うんですけど、なんかゲーム実況動画ってそこまでそれが大切なのかなってなると違うのかもななんて思ったりした今日でございますはい。なのでね、この動画が上がっている近くに上がっている実況動画はもうそれが始まってるかもしれないんですけど、なんかもう言い方悪いんですけど、適当っていうのはもうぶっきらぼうとかじゃなくて、適したやり方、適当にやるのがいいんじゃねえかなって、なんか変に何十時間もかけて動画編集するのも、まあ、楽しい時もあるんですけど、正直辛いなって思うこともあるので、なんかそこで自分が楽しくないのであれば、それもそもそもやるべきじゃないなみたいなのもあるので、ね、動画そもそも上がらなければないのと一緒なので、であればどんな編集であれ上げた方がいいと思いますし、なんかね、さっきの繰り返しになっちゃいますけど、だからその編集がチャチーからって言って自分がゲームに対してなんか失礼な態度を
失礼な気持ちを持ってるかっていうと、そうでもないので、なんかそれでいいんじゃねえかなって思いました。はい。ペロペロチャンネル。はい、ということで今回は以上でございます。まあ、こんな感じで雑談も何回かやっていけたらなとこれから思った時に、もう本当自分が動画編集やってて思ったことでも、世界情勢でも何でも思ったことを喋っていこうかなと思います。よろしければ、チャンネル登録とか高評価ボタンとか押していただけると嬉しいです。はい、それでは次回、またご縁がありましたらお会いいたしましょう。以上、暗黒者でございました。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。ペロペロー。